飛び込め情報の海パンクレコーズライブラリー。月曜、わしは知らない天才科学者ドクターベガパンクの一人リリスじゃ。同じくベガパンクのエジソンやぜ。今回はこいつクロコダイル。元桜花七部会の一人にしてロギア系砂砂のみの能力者。全身を砂に変えたり触れた相手を干からびさせたりするぞ。懸賞金19億6500万ベリー。9月5日生まれで好物はワニ肉とトマトやぜ。表向きは海賊を狩る英雄として名を馳せていたクロコダイル。しかしその裏の顔は秘密犯罪結社バロックワークスの社長。やつの目的はアラバスタ王国を乗っ取り古代兵器プルトンを手に入れて軍事国家を作り上げることやったんや。国を思う気持ちが国を滅ぼすんだ。しかしルフィとの戦いに敗れ計画は失敗。インペルダウンに送られるも脱獄して頂上戦争にも参加。今はバギーを代表にした新組織クロスギルドの幹部になっておる。かつては海賊王を目指していたクロコダイル、また一つなぎの大秘宝を追いかけるんやろか。今日のコーナーはここまで。見たからには研究費のカンパよろしくな。また次回やぜー。